石田貴俊と言います。出身はお隣兵庫県朝倉市というところで生まれました。まあ今現在42歳、後役の文字木43歳、早く役抜けてほしいなと思ってます。まあ先ほど生まれた朝倉市で社会保険労務士っていう仕事を開業しました。まあ社会保険労務士っていうのはご存知ない方多いと思うんで説明しますと労働基準監督署ハローワーク年金事務所っていう 国の機関まあそれすら有名じゃないんですけどもそれ働くに関する国の機関を一般の企業と代理すす。る国家資格なんです、まあ、その仕事を約11年ぐらいやってきましたけどもその中で手続きとかするのも大切なんですけどもっと人にかかりたいっていうことで採用に関することそして人材育成に関すること。 このようなことに深く入りたいっていうことでここ福知山市で株式会社を設置させていいただもともとの社会保険労務士は皆さんもそうだと思うんですけど全然知らない仕事だったんですけど若い頃に、えー、法律でちょっとトラブルがありましてその時に法律を勉強してあ法律知ってったらこんなに世の中っていい感じになるんだっていうふうに思って。 それから法律にのめり込んだんですねで10個ぐらい国家資格取らせていただいてでその中で時代に沿った社会保険農務士っていうのを開業させていただきましたそしてこれは繰り返しになりますけども先ほどの人材に関わりたいということで社会保険農務士ではできないこともっとやりたいことを株式会社この採用コンサルタント人材育成でやってるって感じですかねまあ、地域に関しては 本当昔は僕だけよければいいっていう感覚もあったんですけども、まあ、ある程度の年齢だったら地域にも貢献していきたいってことで青年会議所っていわれる、まあ、JC っていわれるとこだったり商工会っていわれる団体に入ってみんなで一緒に若者の力で盛り上げていこうということで今まで40歳までずっとやってきて、まあ、これからはこのような高校での講演だったり大学での講演だったりで皆さんにこう学びや刺激を与えていこうっていうふうにやってます。 僕もそうでしたがやはり田舎の方っていうのは学校や就職で都会に出る方多いと思うんですねそれは全然間違えてないと思ってまして都会に出て多くの価値観に触れてそこで学んだものを持ってまた田舎に帰ってくると違う魅力が見えてきたりするので是非そういう経験もいろんなことをやっていただければっていうふうに思ってますもう一つこれからはオンラインの時代なので田舎でも都会でも全然やれることは一緒ですもう世界が相手にできますから それだったりなのいい環境もいいと思いますので参考にしてみてください。